さあやはり本番も6号艇西山が動きを見せましたが、それぞれが枠主張の構えで早くも前艇ホーム側です。さあホームの向かい風が今風速3メートル前後となっています。 G2 宮島モーターボート大賞3日目の攻防カードは第10レースで予選競争、対戦メンバーは1号艇高橋龍也、2号艇原豊と3号艇井本雅也、4号艇が山本浩二、5号艇松山翔吾、6号艇西山隆弘、以上6名の対戦です。さあ前艇がスローに構えました。陰性人気は1号艇地元の高橋龍也、ここはギアケースを変えて整備で登場、上積みになったかともあれ結果は出したいところ。2コース2号艇が原豊と今日1回走り、3コース3号艇同じく部品を変えては井本雅也、4コースで4号艇山本浩二、嫌な流れは断ち切りたい一戦。5号艇松山翔吾5コース、ここまでは3走してオール3連隊、昨日イン逃げ初白星。サイアウト6コース6号艇西山隆弘、前半カードは3着じわりと上向きです。オールスローの第10レースインコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。外3艇が好スタートだ。4号艇5号艇6号艇さあ4号艇山本が内3倍飲み込んでいった。一周打マーク先制まくりや。4号艇2号艇飛びついたが及ばず、それに乗ってさしては5号艇6号艇バックストレッチ。さあここはわずかに展開捉えた。5号艇の松山が一定心前に出て、4号艇まくった山本すぐ後ろ、内から6号艇西山が並んでくる。546固まってスタートは正常でした。一周2マークトップ旋回が5号艇松山、2番手落として回って6号艇西山を刺して4号艇山本ホーム側へと戻りまして、先頭に立ってリードを奪ったのは5号艇松山翔吾、2番手4号艇山本浩二、3番手に6号艇の西山隆弘、そこから3艇審査、4番手は3号艇井本です。2周の1マーク2番手争い、後ろから6号艇切り返して追っつけていく西山を4号艇山本は握ってかわす。バックスレッジは体型変わらず546ですが、2番手3番手その差が一定心と縮まった。4号艇逃げる2番手山本、追ってはすぐ後ろで6号艇西山、そこから4艇審査、控える4番手が3号艇井本です。2周2マークトップは抜け出した5号艇松山、2番手6号艇先取りして西山、差し返しては4号艇の山本浩二で、ホームストレッチの2番手争いはわずかに一艇審査か、直線コースで外から並びかけるか6号艇西山、内から4号艇山本がこらえて4番6番並走になってレースは最終周回。3周目の1マークトップは展開捉えた5号艇松山翔吾、2番手並んだ外から6号艇つけまい西山が4号艇山本を包んでいくが、バックスレッジはボート半分、6号艇西山優勢、こらえてこらえて内からしのぐ4号艇山本浩二、外に6号艇西山隆弘、4番6番並んだまま2番手争い、ラストターンマークへ突入。ラストターンマーク5号艇の松山、2番手争い4号艇山本に6号艇西山のつけ前は流れた。2番手守り切ったのが4号艇山本で、上位体系5番4番6番です。先頭5番ゴールイン、4番6番3番ゴールイン、2番ゴールイン、ラスト1番がゴールイン。